どうも、ラビタロの和田です。はい、松本です。本日もよろしくお願いします。はい、お願いします。息子にね、ちょっと影響されてるのもあるんですけど、今、中央線、地下鉄の、緑。新しい車両通ってんの知ってます？知ってるよ。絶対知らんやん。あれな。絶対知らんやん。かっこええな。何が特徴やったっけ？なんか、すっごい冷房効いてんやろ。あ、弱冷車とかじゃなくて、今日冷房効いてんな。超強烈。知らんわ！中央線なんか。大きい声出ました。乗らへんねん。乗らへんか。中央線って乗らへんな。そうか、森の宮。ああ、そうか。森の宮行くときぐらいやわ。難波から行くとき、俺二ルートあって、難波おるとき、万劇とかの辺とかおるときとかは、御堂筋で、本町、乗り換えで、中央線か、はいはい。中央線ね。めっちゃ長いね。遠いね。ちょっとな。すっごい下らなあかんとこね。ものすごい、なんか長いエレベーター下っていかなきゃいけないんですよ。で、あとはもう、JR で行くかやからな。家からやったら。そうやね、環状線で。そうやな。それな、その、な、何が、何やろな、何が違うの？まあ、これ終わった後に見せるけど、もう全然違うね。その前があんまよう覚えてないねんな。まあ、普通の電車か。その普通の電車、まあ、地下鉄でよう見る電車あるやんか。全然フォルムが違う。え、そうなん？今日乗れるかな？今から行って。何やろ。なんか、近未来やなーって言うてまうぐらいの。マジで？そう。なんかほんま、未来の漫画みたいな感じの。なんかな。ドラゴンボールとか出てきそうな。ああ、でも。ドラえもんとか出てきそうな。でももう、それを言っても過言ではないぐらいの。あ、そうなんや。そう。で、しかも、なんやろ、その、時刻表とかにも載ってない、その新型、この時間に新型来ますとかじゃなくて、来たらラッキーみたいな。だから両方走ってるってことやね。そうそう、両方走ってる。当たったらラッキーみたいな。いつ来るか分からへん。ほんで、これ大阪万博に向けた、この車両にはなってると思うねんけど、広告、一個もない。え？包茎手術の広告とかね。ようあるけど。ようあるけど。タートルネックの。ちょっとだけ深くか。昔からあるけど。ないですね。ない。なんか何にもない。ケロリン講話みたいな、なんか謎の、謎の自己啓発本のやつあるやん。あれなんなん？なんとか。おっさんのやつやろ。よう貼って、あれも一切ない。あれもない。一切ないね。そう。で、なんか、なんていうんかな。多分、初めて、あとは、なんか初めての試みですみたいな、広告でチラッと見てんけど、その、クロスシートっていう、要は、なんやろ、特急とかやったら、ちょっともう、ちょっともう興味なくなってるやん。いや、じゃあ聞いてるから話。今ちょっとよ、首にかけてるイヤホン触っただけやん。いやいやいや。敏感なりすぎ、ちゃんと聞いてる。ごめん。ちょっと、なんていうかな、普通の、地下鉄とかじゃないねん。今イヤホン見る時間ちゃうやろ。ごめんちゃんと聞く、ちゃんともうやめとくわ。進行方向に向かって座席がこう、お、特急系のやつなんや。特急系の座席もある。地下鉄で？地下鉄でやで。はあ。地下鉄でいる？地下鉄でそれ必要はないわな。一応中央線って地上にも出るから、まあそれでかなとは思ってるけど。なるほど。そう。なんでそれ影響を受けて見たなってるってこと？見たなってるというか、なんやろ、あって思ってまうね、やっぱり。え、それ息子は、そういうの知ってんの？それ知ってんねん。なんか何で知るの？一応な、ポスターみたいなの貼ってんねん。あ、駅にで、これ何みたいななって、そうこれ新型やでっつって、でそれ見れたの息子は？3日も見てない。うわ。競馬みたいに言ってる。だから中央線乗るとき、来い来い、怖い怖い、ああ、この普通ですか、おいって。で、切符バーン投げてバケ。特徴がな、もう、すぐわかんねん。来るときに、ライトかな、普
通やったら2つぐらいしかパーって ついてないやんか、うん、あの車両の周り全部ライトやねん。ああもうかっこいい。なんか10個ぐらいついてんねん、周りに。うん、だからでもすぐ分かんねん。いらんねえライト、そんないらんねえライト。くそーって言って、ああもうダメだ、あもうダメだって。ボートレースのあのコーナー2回回ったぐらい、まだ勝負ついてないのに。そうそう、勝負ついてないのに、もうわかんわ。そうなんですよ。そうなんや、ごめんなさいね。だから多分全然興味ない人にからしてみたらはとは思うんだけど、いや今ので、うん、俺めっちゃ見たなってきた。そう、ちょ興味れたらいいな。さあちょ今日なぜひちょっと当たってほしい。今から行くから森の宮、うん、でちょっとな、なんやろ、トラップじゃないけども、うん、それより一個前の新型が最近まで出ててんやんか、ずっと、うん、だから俺これ新型やろって思ってる人も中にはおんねんけど、そうじゃない、もう一個近未来のやつがむちゃくちゃ出るね。そう、大社 iPhone ぐらい出るやん。iPhone ぐらい万博に向けてちょっと作り込みすぎちゃうとは思ってんねんけど。なるほどね。そうなんです。いやもうマジで、うん、その電車も特にもう今思うけどさ、うん、なんでみんなそのさ、うん、乗った時さ、うん、出口でたまるの。おもう切れそうなる、あれ。これは永遠のテーマですね。あれなんで詰めへんのみんな。うん、で、うん、例えばその心斎橋とかめっちゃ乗るやん人。乗りますね。では最初から乗ってる人が、うん、その出口の周りでたまってるやん。うんうんうん、でその通路の方行ったら、うんうん、隙間空いてんのに、うんうん、そこでずっとなんかこうって。踏ん張るやん。踏ん張るね。で、出口の周りだけめっちゃ混むやんか。うんうんうん、で、みんななんかぎゅうぎゅう詰めなってしんどそうな感じで乗ってんねん。はいはい、いや、うん、いやいや。見ろ。奥行った方が楽やのに、あ、なんでなんて思うねん。俺だから、俺が後から乗ったとしても、うん、すいませんすいませんっつって奥行くもん。だからこれに関してはあれよね。あれなんだ、本能的にダルウィンかな。次出る時のことを考えてるんじゃない。なるほど、ね、出る時にあのすいませんすいませんもうやれ、お出口におった方が楽か。確かにやねんけども、それにしてもやっぱりちょっと理不尽よね、この。いやちょっとそアホなんかなって思う。ほんまにそのなんかめっちゃしんどそうになぎゅうぎゅうなってんねん出口付近。そうやな。で真ん中らへんはもうめっちゃ空いてんねん。ああまあ、それはでも、いやそのぎゅうぎゅうのしんどさと、うん、降りる駅ついてすいませんどっちが楽なんてなった時に、はいはいはい、降りる時すいませんの方が圧倒的に良くないと思うねんな、うん、そうやね。なんでなんて思うねんな。えちなみにその降りる時もまあ大体皆さんこう動じないというか、うん、なんやろ、 こじ開けていかなあかんやんか、うん、そう、声先行でいきます、ちょっとぶつけて。あ、ちょっとフィジカル出して、そう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 、ちょっとフィジカルと声、うん、でスーパー申し訳なさそうな言い方で、あのすごく腰を低くする、はい、はいはいはい、これも分かれるよね、そのね、声先行なのか、すいませんすいません失礼しますっていうね、俺、うん、失礼しますすいません失礼しますすいません失礼しますってむちゃくちゃもうバリ中腰で、ああだから声もちょっと出すのが嫌な時はもうフィジカルで、ね、フィジカルですね、うん。もうまあでか荷物でええけどな別に、うん、あとその降りる時に降りる人がおるやろうなっていうので、うんうん、1回出る俺は、あー開けてあげる、そうそう、はい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 、それね、窓、俺がその通路側に、通路側っていうかドア側におったら、うん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 、出る、そうやね、で開けてあげる。団体技やねんけどねあれも。そうよ、まあ、チームワークやん、電車ってチームワークやわ。だって一人出たところで何も変わらへん、何も変われへん何も変われへん、切ないだけやん、なんか、うんうん、でも、うん、その俺の一人分のスペースが一個空くことによって一人出れるんであれば、はいはい、俺はいいよって。ええやつやな、みんな思えてって思うねん俺を見ろと。いやちょっとやったええやんって思うねん、そのなんかもう、まあ、な、奥行ったええやんって。でそのガーって降りるときにさ、すいませんすいませんって、うん、こいつなんでそんな奥から降りてくんねんなんて思わんやん。まあそれはな、別にそれは全然思わへん、うん、うん、俺はそのバーって乗ってきたときにドアの前でずっと立ってる方がキモいと思う。はいはい、それは思いますね。めっちゃしんどそうな顔すんねんほんでちゃうやん、もうなんちゃう、奥行ったら楽やんって
外国の方がね、また最近多なってきてるから、余計この密集度が今ちょっと上がってると思うのよね。でも外国の人からしたら、しても、どうなのね。やっぱり電車すごいって言うけどな、日本の電車はな。綺麗しさ。うん、そうやな。バリ時間通り来るしさ。そう。俺なんかこの間なんか、なんかどっかの国の人が喋ってんの聞いてて、うん、テレビかなんかで。うん。その電車が、うん、特急電車みたいなんが、うん、15分遅れですみたいな、はい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 、お知らせが出ててんで、うんうん、ほんなら、うん、20分早く着いて、うん、20分早く出発したらしい。それ意味わからない。それ意味わからない。時間通り行ってない。じゃあ早く巻くんはちゃうやん。意味わからん、マジで。外国巻くらしいで、遅延とかじゃなくて。すごいな。すごない。バスでも待つのに。ちゃうやん、その出発する時間にさ、うん、切符買ってるわけやんか。そうそれはないんや。どういう意味ってなれへん。じゃあ誰が乗れてるん、その電車に。じゃあ時刻表いらんわ、逆にも。そうなってくるんやったら。だ、日本は言っても素晴らしいんですよ。まあ、1分単位ですからね。そう。いや、まあ、もう5分遅れただけで文句言うやん、日本人って。もうそれが当たり前すぎてさ。だからさらにこうレベルを上げるためにも、やっぱりこう入り口付近を、入り口付近ちょっと進めていただきたいと思います。すいません、いや、どうも、ちょっとごめんなさい。まあ、まあ、話ちょっと戻りますけど、ぜひちょっと乗ってみていただけたら。ちょっと今日当たったらいいですね。はい、はい、今日はここまでしてください。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。